どうぞ。<っ>ようこそお越しくださいました。改めてご紹介をさせていただきます。シャンパーニュコレ新 CM にご出演、郷ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日こちらからお話を聞かせていただきます。改めてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。あまああの <laughs> お酒のね CM なんで。 まあ中にはきっとあれって思われている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもいやあれじゃなくてこれなんですよ <laughs> それ上手ですけどね <laughs> ありがとう僕実はあのずっとお酒飲んでなかったんですよだからあれって思われている方もいらっしゃるのかなっていうふうに思ったんですけどもでもまああのこれを飲んでねえいやこれだけは 解禁しようかなっていうふうに。もう思ったぐらいなんですよね。はい。ありがとうございます。そうですね。ちょうど10年前に。あるかと思うんですが、はい、断酒をされたということで。そんなになるんですか。そうなんですよ。はあ<ー>。でも、あの時、郷さんの言葉が。はい。 黄金の60代を手に入れるためであったり大好きなものをやめるということは新しいことを始めることと同じぐらい価値があるんじゃないかってなんかすごい素敵な言葉だなと思いましたしその通りに体現なさって、はい、もう素晴らしくかっこいいままの今66歳。いや、というか、まあ、ありがとうございますあの思い出しました。あの、<laughs> 多分六60歳になる何年か前に、えー、とまあ多分六60代が一番いい時期になるんだろうなあっていうふうに思ってたんですよね。それは自分のこう経験からくるものとかもいろんなことを含めて、えー、そうしなきゃいけないなっていう思いもあったんですよね。で僕にとってみるとネガティブな材料は何もなかったので。 えー、とにかく六十代を素晴らしくしたいなって、じゃあそのために何を始めたらいいんだろう、新しいことをって考えしたんですよ。で、ところは考えてもなかなか思いつかなかったんですよ。いやあ、そば打つ？それも違うよな。<laughs> で、いろいろこう考えて、なんか大好きなものを逆に。 やめるっていうのはどうなんだろうっていうことでその時になんかあのお酒でもやめてみようかなってまあ,あの食事しながらねお酒を飲むっていうのはもうごく当たり前だったので、えー、それぐらい好きだったんですよね。でそこで僕はこう「あやめてみよう」っていうふうにで割と思い立ったが吉日タイプなのでもうじゃあ 今度の誕生日からとか月末からねとかもう年が明けてからねとかっていうことじゃなくてもうその瞬間から、はい、やめましたねだからそれ以来飲んでないんですよはあそれが今回おとそすら飲んでないんですよあそうなんですねはいなのに今回このシャンパーニュこれをきっかけにもう解禁しようとそうですね あの別にいついつ始めようとかって決めてたわけじゃないし単純にやめてみようかなっていうふうに思ったんででもまああの石の上にも3年とかって言うじゃないですかまあ数字的なことはさておいてねあのまあそれだけ長い期間だとは思うんですけどもでももうあの周りからはもう随分経つんだからもう始めてみたらっていうようなことは 言われてたんですよ。で、ところが、まあ、僕もそうだねとかって言いながら。あの、全然始めることも、こう決めてなかったんですよね。だから、また、これに出会って、まあ。これですよね。<laughs> そうです。これ。で、これに出会って、あ、これもシャンパンぐらい、もうシャンパンというイメージとしては。こう、最初じゃないですか。だいたい、あの。 なんていうのこう「乾杯!」とかっていう時にこうシャンパンでしたりするんでまあそういうイメージがあったんでな飲み過ぎないっていうのもこういいなあっていうふうに思ってたんですよねだから僕は始めてみようかなっていうふうに思ったんですよ。なるほどじゃあ今回のこの「これの CM 出演のお話があった際は、はい、なんかこうドキッとするような必然性っていうのもなんか感じられたんじゃないでしょうか。心の 僕の心の中を全部読んでいたのっていうふうにまず思いましたよね。まあ、それとそういう思いにこうあのなってる時にちょうどお話をいただいたので、まあ、あの割と二つ返事でもう「分かりました」ってお受けしてした次第です。 もう大人をこう楽しむためにやはりこう飲むものにもこだわりたいということかと思うんですが本当そうでですすよよ大人を楽しむんじゃあどうですか郷さん久々のお酒だったと思うんですが、はい、これのお味はいかがかったでしょう、ね、いやや,やはりこの一口こうあ味わった時に僕はあのなりに実は大好きだったんですけどお酒。 思ったのはなんかイメージしてるよりも甘すぎずでもこうしっかりとした味わいがあってこれ素晴らしいなっていうふうに思ったんですよね、まあ、でもその飲んでみてから決めようっていうのもあったんですけどもあのまあ僕の印象としては第一印象はそうですねそやはりこうすきっとしたこう味わいにプラスほんのりこう柔らかな甘みが 感じられる、えー、まあ素晴らしいこうあのシャンパンだなっていうふうに思います。